これはある家の間取り図です。あなたにはこの家の異常さがわかりますか？おそらく一見しただけではごくありふれた民家に見えるでしょう。しかし、注意深く隅々まで見ると、家中そこかしこに奇妙な違和感が存在することに気づくはずです。間取りに不可解な点がありました。1階、リビングと台所の間に謎の空間があるのです。一つ確かなのは、これが意図的に作られたものだということですね。この空間は台所に接した2枚の壁によって作られています。台所を圧迫してまで壁を建てたということは、この空間が必要だったということです。子供部屋を見てください。違和感を覚えませんか？窓が一つもないんですよ。2階の子供部屋と浴室の角にぴったり重なったんです。これらを総合すると一つのストーリーが見えてくるんです。その家族は今どこに住んでるんでしょうか？実は新しい間取り図が1枚手に入ったんです。